どうもチャポマナでーす。今日はですね、暗黒ニュースゼロ。新番組、これタイトル間違ってるな。新番組でつけてないし、第何回っていうのも入ってないんで、ちょっと間違ってますね、最初から。そういうわけで、ですね、これはガジェット通信がお届けします。暗黒ニュースゼロという、ね。猿にでも分かりやすくですね、一つの物事を、私がね、教えてあげますんで、これを見て勉強してくださいっていう番組です。もう寝ながら聞いて。この放送はですね、NHK のね、放送みたいにですね、寝っ転がりながら、ね、聞けて、しかも勉強になる、いい番組ですよ。はい。ノイズとか関係ありませんから、うちの放送は。無料コメントは表示されませんとか、そういうのはありませんのでね、無料でもね、全員平等ですから、安心してくださいませ。ということでね、立ち見もね、こうやって見れるようになってます。立ち見の A さんから。というか、この番組は記者の練習だろ。気合い入れろよ。あなた関係者、この人って。なんでこういうね、ことして、立ち見の742番さん。はい。ん？こじったスーツ？これがこじった、こじきしたスーツじゃなくて、着れなくなったスーツです。背中にさ、変な、すっぽんのように変な白い紋章ができちゃってさ、着れなくなっちゃったんですよ。すっぽんの呪いみたいに。だから、部屋着にしてます。部屋着にしてますんで、このスーツは、部屋着のスーツです。なんか変な白い紋章がついちゃってさ、取れないんですよ、こすっても。そう、部屋着のスーツですよ、私。さてさて、それではですね、早速、勉強のコーナーに行きたいと思います。はい。これは暗黒放送とは違います。出てるのは僕ですけど、ね、勉強の放送です。はい。ですね、今回のテーマはですね、iPS 細胞。まずみんなに聞こうか。iPS 細胞知ってる人、います？ iPS 細胞。まあ、知らないよね。つうか、興味ないでしょ。小中学生のみんなはさ、僕もね、つい最近まで、ついね、3時間前まで興味なかったんだけど、調べたらこれ面白いんだよ。僕ね、大の勉強嫌いでさ、雨が降ったらね、学校行かなかったようなね、カメハメハ大王だったんだけど、ちょっと勉強したらね、意外と面白くてね、どんどんのめり込んでさ、3時間ぐらいにね、やったんだけど、iPS 細胞ってさ、ほんと、今後の、人間のね、科学を変えたね。僕はそう思ったよ。人間の科学を変える。画期的な、ね、京都大学の山中教授っていうね、人が、発見したやつなんだけど、まあ、簡単にわかりやすく、まあ、ね、ちょっとね、わかりやすく説明するわ。一旦ちょっとですね、止まります。これで、ちょっと一旦止まるよ。ね。こうしてですね、登録タグにさ、関係ないことに、チャボの海岸物語っていうさ、そういうタイトルつける、つくの、書くのやめてください。目が消しといてこれ誰か、職人さん。はい。じゃあ、こうやって見れますんで。ね。立ち見もね、このようにして見れますんで。安心してくださいね。はい。ですね、まあ、このように、いろいろと。だから、チャンネル仕様のね、やつちょっと違うんですよ。チャンネル仕様だと。この立ち見の外部プレイヤー、要はね、これね、特権アカウント持ってる人たちが何書いてるかっていうのがバレちゃうから。これ見るだけで。特権アカウント持ってる人が何を書いたかバレちゃうからさ、気をつけてくださいね。特権アカウントの人。ね、見ないけど。これで、アリーナ、見れたりします。でね、まあちょっと話戻りますけど、まあ簡単にわかりやすくですね、説明します。僕ね、まとめてきたからさ、僕、まとめてきましたんで、まあこういうことですよ。人間のね、悪い部分をね、取り替えられるんだって。
病気になってもですね、iPS 細胞というのはさ、名前からしてね、難しいんだけど、iPS 細胞のね、I ってのは、ですね、iPad の I から取ったんだって。うん。ほんでですね、iPS 細胞っていうのはですね、たった一つの、ね、人間ってさ、何に作られてるか知ってる？人間の体って。人間の体ってのはね、実はですね、細胞から作られてるんだって。一つのちっちゃな細胞から、ね。受精卵とですね、精子でね、作られてる、ほんと一つの細胞。その細胞がですね、なんか、妖怪人間ベブのさ、なんかオープニングあったじゃん。ディリリリリリーっていうやつ。それでなんか、細胞分裂を繰り返して、どん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 繁殖していくの。カビみたいに。それでね、人間の形になるまでに60兆個の細胞がですね、分裂して作られてったのが、我々の人間の体なんだって。うん、僕も最近まで知らなかったんだけど、ね、人間の体って細胞から作られてるんだぞ。細胞から。びっくりしてさ、それ聞いて。細胞ですよ、だってちっちゃな。脂肪の塊から。ねえ。だからこれ、明日さ、僕もね、会社で自慢するんだけど、ね、友達にね、ちょっぴり差をつけ、先生にも自慢したくなるような、ね、話だから。ちゃんと聞いといてね、これも。良い子のみんな。うん。で、その iPS 細胞っていうのがですね、まあ、どんなもんかというと、まあ、この図に書いてある通りです。はい。で、次行きます。で、これはですね、京都大学のですね、この山中が発見したんだけど、ノーベル科学賞、あ、これは、じゃあノーベル何やったかな？ノーベル医学生学賞というですね、2012年の10月にですね、この山中はさ、ノーベル賞を取ったんだって。で、国から16万円さ、ね、もらったんだけど、民主党の人からね。ほんで、確かに、ね、5年間で70億円この国から寄付されるんだって。研究費用として。5年間で70億。巨桁ですよ。桁が違うからさ。うん。その京都大学がね、iPS 細胞の研究センターをね、樹立して、そこからね、研究が始まりました。ほんで、そのね、研究のね、結果がですね、この図に書いてあるように、iPS 細胞。これなんですって。iPS 細胞っていうのはですね、神経や筋肉などいろんな体の部分になることができる細胞で万能細胞と呼ばれてます。まあ、わかりやすく説明しましょう。今からねですね。その iPS 細胞っていうのはさ、要は今までですね、EP 細胞っていうのが、主流だったの。EP 細胞っていうのはですね、実際のね、受精卵をですね、用いたですね、やつで、受精卵を使った、研究。それが人になる可能性を持ってたって言うんだけど、それをやるとですね、まあ、受精卵って要は、魂のね、要は赤ちゃんになる一つの卵みたいなもんなんですよ。受精卵って。それをね、要はね、その実験材料にするから、論理的な問題でね、それが人殺しに当たるかどうかっていうことが、ちょっとね、議論されてたわけなんです。ところがですね、この iPS 細胞というのはですね、髪の毛や、ね、皮膚の神経、そこからですね、なんとですね、肝臓とか髪の毛とか目ん玉とか、ね、挙句の果てにはですね、精子とかね、卵子まで作れちゃうっていうですね、そういったですね、ことが iPS 細胞なんですってさ。うん。要は、体の皮膚の一部から人間のクローンができちゃうんですよ。今までは受精卵からしかできなかったのが。ね。これがわかりやすいことですね。この図に書いてあるね、この裸のね、東京キティさんが好きそうな男の子の方から見ていくと、要は肌の体をね、皮膚の一部を採取する。そして遺伝子。それが成長してね、iPS 細胞。要は iPS 細胞というのはさ、細胞を初期化するんだよ。初期化。一番最初の状態になるんですよ。細胞というのはね、一つ一つがね、これは髪の毛、これは頭、これが目ん玉、これが足の裏っていうふうにね、血管、神経とかにね、分けられてるの。最初から。でもそのね、分けられてるものを、もう一回初期化にしてね、今度は自分たちで、その iPS 細胞の細胞から、肝臓とか心臓とか、そういったのをね、移植して作れちゃうんだってさ。うん。これすごいと思わない？僕ね、それ聞いてね、とてもすごいと思ったんですよ。で、他の人の体から、例えばさ、移植するとするじゃないですか。そうするとですね、人間ってのはね、化学反応が起きちゃうんですよ。そう。他人のね、例えば、心臓とかをね、移植しちゃうと、そこでなんか、やっぱり、まあ、もっとわかりやすく言うか、人の体でさ、例えば A 型の人が B 型のさ、血液をさ、注入するとさ、死んじゃうんですよ。それと一緒なんです。うん。だからね、人の体をね、から移植するんじゃなくて、自分の体から細胞を作って移植するから、拒否反応が出ないんですよ。
ほんでね、もうすでにね、このね、山中はさ、マウスでね、とんでもない実験をしたんです。とんでもないって言うと語弊がありますけど、マウスでですね、マウスの体の一部から、精子と卵子を作りまして、そしてなんとですね、ミニマウスを作っちゃったんです。ミニマウス、要は、ね、マウスの子供。うん。要は、体のね、一部だけを使っててですね、それでもう子供が作れるようになっちゃうんだって。これも成功してます。はっきり言って。うん。で、今後はですね、この研究所では iPS 細胞を使ってさ、ね、安全に人間の病気や怪我を治したり、ね、欲しい体のね、部分にちゃんと成長させたり、ね、勝手に成長しないようにするなど、方法などね、いろんな研究をね、これからね、やる。ほんで、2年間の間にね、ね、癌細胞を、なお、のね、出ちゃうから直すんだって。うん。いやー、勉強になるね、これは、本当に。じゃあ、一旦ね、また、僕の顔画像に戻りまーす。そういうこと。みんなわかりました?言ってることが。要は体の細胞の一部から、爪とか髪の毛から、赤ちゃんができるってこと。一番わかりやすく言うと。これってさ、例えばもうね、例えば僕の細胞と、アイドルのさ、ね、広末涼子とか、あとね、水木有沙とか、あとはね、中山忍とかのね、細胞とくっつけたらそこでもうね、子供ができちゃうっていう、そういうことなんですよ。うん。ほんとね、すごいことです。要はね、生殖行為をしなくても赤ちゃんができるような時代なんですよ。うん。落合夫妻みたいに、子供が、に恵まれなかった夫妻でも、できちゃうんですよ。そういうこと。だから僕もね、今回こうやって研究をね、まとめてきました。2時間かけて。研究事項がね、まとめてきましたんで。詳しいレポートはですね、ここに書いてありますんで、大学生のみんなはですね、iPS のですね、iPS 細胞について知りたかったら、こういうのね、僕のレポートを見てですね、勉強しておいてください。うん。でもいいよな。ノーベル医学賞でさ、7億円って。だから僕もね、誰か医療費払ってくれねえかな。なんか医療研究したいからさ、僕もそれになんか研究したいわ、いろんなことを。うん。研究したくなっちゃったね。人間の体について。なんか、アダム徳永のさ、アダムタッチ法とか、ポルチオエストエステのさ、開発とか。いろいろとですね。なんか人の体って不思議じゃない？そう考えると。だって、一つの細胞が、この爪も細胞なんだぜ？人間の体って。なんで一つの細胞がさ、こんな風に出てくるの？指が5本というか便利だし。すごく人間の体ってさ、うまく作られてるよなと思いました。不思議じゃんだって。だって、僕らが生まれるこの奇跡ってね、何パーセントか知ってる？ 3 億分の1なんですよ。我々ね、人間、僕が今生きてることは、3億分の1。うん。だって、戦いの中勝ち抜いたさ、栄光の一つの受精卵にたどり着いた、勇者なんだし、ですよ。うん。勝ち抜いた栄光の勇者。うん。と思いました、僕は。はい。でね、この、僕のね、まとめてきたレポートによりますと、ただね、iPS 細胞にも問題があります。完璧に思われた iPS 細胞にもね、実は問題がありまして、とてもですけど、癌細胞ができやすいの。癌細胞が。うん。理論上ではですね、なんかその肝臓とか作れられるんだけど、iPS 細胞の件。ただね、その、どうしたら肝臓が作られるかっていうことまでは分かってないんです、まだ。肝臓にもね、
この初期化するんですよ。要は iPS の細胞をね、また初期化して、どの細胞にね、なるかっていう部分ではですね、とてもたくさんのスイッチがあって、そのスイッチがどれとどれとどれの組み合わせで肝臓になるかっていうですね、そこまではまだ研究の段階なの。だから、ものすごく莫大な費用と研究年数がかかるんですって。うん、初期化することによって。お前は単細胞だから関係ないだろう。癌細胞の話してるんですけど。単細胞の話なんか一つもしてないんですけど、聞いてますか？黄色文字さん。うん。人の話をさ。登録タグにチャンネルボーイって書かれてるよ。うん。これ明日には忘れてるんだろうな。残念でしたね。ちなみにね、TTP の話は、さっぱり忘れました。はい。TTP の研究事項については、一週間自分の中で役に立たない情報ということが、脳の中で転換されまして、さっぱり忘れましたけど、ん？うん。あ、TPO。TPO だっけ？うん。それ。自動車の部品一つ一つ作れば大変だろう。どういうことですか？それは。うん。今日は勉強不足だからごめん。いや、勉強しましたよ、3時間かけて。最初はね、クソ難しいタイトルね、だったから、なんだこれと思ってたんだけど、見れば見るほど、なんかすごいなと思ったもん。細胞から人間ができるんだぜ。だって、これってさ、うまくいけばさ、指のない人たちだって指がニョキニョキと生えたり、ね、今一番、実践的なのは、老人になると目が悪くなるじゃん。その、目のね、悪くなった細胞を復活させるんだって、人間の体ってね、細胞が作られては死んでの繰り返し。それがうまくいってるから人間ってね、生きてるんだって。でもね、その細胞が死ななかったらさ、今度それが癌細胞となって生き延びて、それが人間を殺しちゃうんだって。すごく怖いことなの。僕、癌細胞、癌で死にたくないです。癌で死にたくないんですよ。絶対に。一番苦しいから。うち癌家系だけど。うちのね、家系全部癌で死んでるから。癌家系なの。うん、両親が全部ガンで亡くなってる。うん。おじいさんもおばあさんも。うん、バターの代表品作った人どっちがいいの？関係ねえよ、そのもう。もうそう。その通り。毛根も作れるんですよ。人間の体だったら何でも作れるとさ、髪の毛も生えてくるし。でもそれってね、下手するとね、悪用されることがあるんだって。人間を、ね、作れるっていうことだから。クローン人間みたいに。クローン人間って作れるんですよ。要はさ、リアルなダッチワイフが作れると一緒のことなんだから、それってとても怖いことだと思いませんか？だってね、例えばさ、ね、どっかの大富豪がさ、ね、女だらけの館を作りたいと思ったらさ、そういう研究をしてさ、ね、どん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 さ、自分好みのさ、女を作って、そこでさ、ペットのに飼うことだってできるんですよ。そっくりな人間も。そう。そういう恐ろしいこともできるんですよ。この実験によっては。そう、コピーロボット。まさにコピーロボット。パーマンに出てくる。鼻を押すと、ポチって押すとさ、ムクムクムクって大きくなるような。まさにコピーロボットですよ。だからね、僕そっくりな人間も作れるの。実は。僕の細胞をね、ね、僕のさ、ポコチの皮かなんかを切り取ってさ、で、そこで、ね、うまく作ったら、自分との体でも、卵子と精子を作れるから、それで、僕そっくりな人間をもう一匹作ることもできるの。そうしたらさ、世界にさ、僕のそっくりさんをさ、ばらまいたらさ、どうなると思う？うん。そういうことを考えて。そう、最悪な事態も起きてるの。だから。うん。そう、性格もそっくり。性格もそっくりだし、考えもそっくりで、ね、だから人間を作れちゃうんだよな、その iPS 細胞のさ、進化によっては。非常にですね、だからですね、この iPS 細胞についてはまだね、研究の余地がある。と思います。はい。じゃあ、皆さんのね、ちょっと意見も聞きましょうか。ですね、ちょっとまあ時間もね、今日30分バージョンですんでね、時間がある人はね、ここの番号までかけてきてください。じゃあ、ちょっとスタッフさんね、上に番号書いといて。誰も書いてくれません。自分で書くわ。そう、ね、みんな恐怖になってんの。僕のね、出てる番組でさ、植え込みで書くとね、ダブル矢印書かれるから嫌がっちゃって。もしもし？
もしもし。もしもし？はいはい、聞こえてます。これダイヤル Q2 じゃないから、喋っても、お金かからないから、安心して。名前は？もしもし。聞こえるよ、名前。あ、田中です。田中？いくつ？ 33。33歳。明日お仕事は？はい、仕事休みです。あ、休みなんだ。あなた iPS 細胞について詳しい？結構、まあ、それなりに。あ、それなりに詳しいんだ。へえ、じゃあ聞かせてもらおうかね。じゃあそもそも iPS 細胞についてあなたはね、どうか、お考えですかね？ああ、どう考えて、男が考えることは、ね、好きな芸能人のクローンを作って、調教したいってだけでしょ。お前だったら誰を作りたい？ああ、俺ってか、やっぱり、エヴァのアスカとか。エヴァンゲリオンのソウル、アスカラングレー？じゃあ、宮村優子を連れてこないといけませんね、そうしたら。いや、だから、三次元はいけません。うん。金モータじゃん、完全な。ダメだ、これ。要はさ、綾波レイみたいなクローン人間をさ、ね、いっぱい作りたいんで、ほんで水槽で飼いたいんですよ、この男は。水槽で綾波レイのさ、裸んぼにしたクローンをいっぱい買ってさ、ね、ね、やりたいだけなんですよ。そういう人間がさ、そういう研究していたらもう、ゾッとしますわ。もしもし？もしもし。ワン切りでした。うん。今回ね、だからその、細胞によってさ、人の体が形成されるっていうのはさ、非常になんか、怖いことだと思うよ。ただね、研究によってはさ、病気が治るっていうことには、ついては僕はですね、永遠のね、命が手に入るかもしれないのよ、下手したら。細胞をね、永遠の命、僕の求めてた、アダムとイブの世界。もしもし？もしもし？もしもし？聞こえます？あ、はい、聞こえます。お名前は？チャビンです。はい？チャビンです。チャビン？うん。おいくつですか？27です。仕事は？英語の先生です。あ、英語の先生ですか。iPS 細胞について詳しい？詳しくないですけど、うん、なんかだいぶ前に、なんか羊のクローンができたじゃないですか。そう、羊のクローンできましたね。なんか名前が確か忘れたけど。ドリームさん。ドリー。あ、ドリーム。うん。うん、ドリーム。そう、それと何が違うのか教えてください。ドリーは EPS 細胞、EP 細胞から作られたやつなんだよ。ドリーのやつは。でもその時もなんかクローンができるとかできないとかっていう話になってて、今回もなんか同じ話じゃないですか。うん。それとこれとは、ドリーの場合はさ、受精卵から作ったんだよ。同じクローンを。そう。それは ES 細胞でしょ？ ES 細胞の方は、その論理的に問題があったのね。要は、受精卵から作って一つのさ、魂を、ね、一つのものを、命の塊を殺して、でもね、今回の EPS 細胞っていうのは、肌の一部から同じようなドリーみたいなのができるんですよ。ああ、わかった、今。わかった、ようやくわかったわ。うん。要は、ね、あなたがね、まあ、いや、変な、下ネタ言うところだったら、やめます。じゃあ、勉強になった、これで。本当にわかった？はい。じゃあ、どういうところがわかった？言ってみて。ドリーは受精卵からできて、うん、iPS 細胞は体のどこからでもできる。正解。つぼみが妊娠した関係ない話を書かないでください。登録してない。え、だからこれは分かりやすいことじゃん。僕がね、本当は僕ってさ、頭がいいんじゃないかと思ってさ、だって、たったの3時間でここまで理解できるやついないよ、普通は。なんで高校の時にこのさ、才能活かせなかったのかなと思ってる。うん。だって普通の人わかんないじゃん、EPS 細胞とか、ね、ES 細胞とか EP 細胞だとか。ねえ。うん。医学部行ってどうぞ。いや、医学ってさ、結構進化してんですよ、実は。医学ってのは。だって、今までだったらこのさ、目のさ、僕が今やってるレーシック手術だっていうのもさ、研究の成果だと思うんだよね。うん。だって、アフリカ人の世界では考えられないよ、本当に。
この科学は、うん、なんかね、その人間の科学というかさ、体の不思議というか、うん、僕レーシックですよ、うん、レーシック手術してるし、あの一生世界が変わったもんこれで、うん、レーシックは今後どうなるか分か、いや分かってる分かってる、レーシックは変わらないよ。レーシックやったらさ、なんかさ、失敗するとかさ、なんかさ、怖いこと書いてるけど、それコンタクトレンズ業界のさ、恨みと嫉妬だから。僕は調べたもんね。うん、ピョコタンもさ、レーシックみんなやってるし、ね、あの、レーシックで失敗するやつなんていないと思うよ。うん。16万もさ、かけて。ね、パンチラがよく見えますね。そんなこと思ってませんよ。ね、うん。実際被害者、それはさ、医者の言うこと守らんかったからです。お医者さんの言うことを。うん、それが良くないよ。ね、もしもし？もしもし？もしもし？名前は？武士道 P です。え？武士道 P です。武士道 P さん？はい。いくつですか？23です。23ね？うん。仕事何やってんの？仕事実家の手伝いですね。実家の手伝いやってんだ。もうちょっと大きい声で喋って。うん。お前で今日最後ね、ちょっと延長するけど。ほんの少し延長するけど。さ、1時間丸々やらんけどさ。EPS 細胞についてなんか聞きたいことある？あ、それじゃなくて、さっき話題に上がったレーシックなんですけど。うん。今メガネかけてるんですよ。あ、メガネかけてんだ。はい。それでレーシックについて、もうちょっと詳しく聞きたいんですけど。じゃあこれ、課外授業になるけどいい？あ、大丈夫。レーシック手術っていう、ちょっと、あと、メガネくんさ、ちょっと声小さいからさ。あ、すいません。うん。人と喋るときは大きい声で喋るって習わんかった？ちょっとは。あ、多分電話の設定だと思うんですけど。関係ない。うん。ちょっと話はずれるけど、レーシック手術っていうのは、お前、はい、メガネでしょ？メガネってさ、人から見たらどう思われてるか知ってる？悪口かも、人とそこで一つ作られるんだ、メガネっていう悪口が。そうなんですか。うん。かっこ悪いしさ、脱線し。うん、はい。レーシック手術ってのは、裸眼でね、裸眼で顔隠さなくていいし、世界が変わる。はい。うん。で、その代わり、一週間目は、ね、手術した一日目は痛くて目ん玉が開きません。はい。僕、あまりの痛みに、ね、発狂してさ、クレーム入れたぐらいだから。うん。失敗しただろうつって怒って。それは失敗じゃありませんから落ち着いてくださいって、ね、なされたけどさ、めちゃくちゃ痛いよ。ほんと目開けられない。目つぶってても痛いもん。死ぬかと思ったもん、ほんとに。うん。あまりの痛みに。で、麻酔止めの目薬もさ、バスバスさ、目ん玉にぶっ刺してさ、ほんで、一週間は目開けて使っちゃダメなの。一週間は。手術して、もう、光がね、眩しくて感じるから、外出てさ、蛍光灯の光を見るとね、すごく眩しく感じる。今もそれは変わらないけどだけど、その代わり、家にどうやって帰ったんだ？その時にね、なんか、こうやって、ゴーグルもらえるの、ゴーグル。ダサいゴーグル。ゴーグルをつけて、ホコリが入らないようにして、寝る時もずっとそれしてんの。はい。うん。それをつけて帰って、お風呂も入っちゃダメ。パソコンも見ちゃダメ。はい。うん。汗もかいちゃダメ。FC2 とかも見てね、やっちゃダメ。そういう世界なの。ストイックな人間以外はやっちゃダメなの。失敗した連中はそういうのに負けた連中なんだよ、結局。お酒飲んだり、キャバクラ行ったり。うん。汗が目ん玉に入ったり。そういうことするから失敗したんだよ。メルさんみたいに、コンタクトレンズをつけて、っていうのはダメなんですか？コンタクトレンズ？もうね、コンタクトレンズってやめた方がいいんだぜ、実は。体に悪いんだからさ。僕も昔ね、ハードだったよ。ハードのね、ハードのさ、薄さ 3.0.03 のさ、やつ使ってたんだけど、はい、すごい眼球傷つけたもんね。うん。目ん玉にこうやって目を入れてさ、ピッピッて入れるんだけど、取るときもこうやってね、目でピュッてやって取るんだけど、もうそれがすごい嫌だったわ。一個なくしたら、当時で8000円。中学1年生の時から。8000だぜ、ハードで。ソフトになってからだいぶ安くなったけどさ。うん。G とコンタクトレンズ。じゃあ、やっぱり、レーシックは受けた方がいいってことですよね。いいけど、お金は高いよ。まあ、お金は大丈夫ですけど。お金16万、18万かかる。そんから人を紹介すると4万円もらえる。僕は待った。うん。それじゃあ。うん。まったによろしくお願いします。それじゃあ、失礼します。最初僕がですね、
マッタオンとね、知り合うきっかけになったのは、僕がね、レーシック手術の4枚の剣があげる、4枚の剣あげるからっつってね。そしたら、ね、向こうがじゃあやりたいっつって、来たっていうのが。だから、レーシック手術はですね、僕のね、キューピットです。もしもし？もしもし。名前は？斉藤です。斉藤さん？はい。いくつ斉藤？29です。うん、どこで見てんの？どこで見てる？アリーナか立ち見か。パソコンで見てます。じゃあパソコンっていうか、今アリーナか立ち見かどっち？ああ、立ち見です。立ち見さんね。はい。じゃあ立ち見に飛びますね。うん。今回の話聞いてさ、お兄さんの話聞いてどう思った？途中から見たんですけど、うん。ちょっと話にそれたらすいません。うん。iPS 細胞、まあ、詳しくはわからないんですけど。はいはいはい。要は、その、特、精子とか、卵巣も作れる、うん。作れるよ。って言ってたんですが。はい。みどりさん自身、そういうお話って合わないと思うんですよね。それは、なしで。っていうのは、うん、まあ、ネット上のお話なんでわかりませんが、うん、まあ、打体とか、クリック。ね？こんなさ、こんな時間にさ、29歳のさ、肉のね、肉の弾痕がさ、ね、何を、上から目線でほざいてんだ、このクソデブ野郎。寄付家みたいな声しやがってよ。うん。というわけでですね、先生のね、話はここでね、終了しまーす。うん。肉の今回。豚野郎。うん、じゃあ、アリーナに戻りまーす。登録タグに緑のクローンを狩る遊び面白そうって書いてあるけどさ。嫌だな、でも。自分そっくりのクローンができたとしてさ、それをさ、金属バットで知らん奴がさ、ボコボコに殴ったり、ね、貼り付けにされてゴルフの的にさ、バシーンってやられていることされたらさ、やっぱ嫌だよね、それは。理論的にさ、絶対それは、なくした方がいいんだよ。だから、選ばれた人だけが、それやっていいと思うのね。うん。絶対、そのうちさ、なんか食料とか困ったらさ、それ絶対やると思うの、豚のさ、豚の iPS 細胞からさ、豚を作って、それを食べたりするっていうことが。だって知ってた？これの話。人参とかね、加糖生物はさ、人参ってほど、人かけらだけで同じ大きさに戻るんだぞ。人間、かけらって、加糖生物がさ、ほんの一つのさ、5センチのさ、四方形から、人参のね、元の形にね、むくむくと成長して戻るんだって。うん。だからさ、ね、よく木とかをさ、枝をカットしても生えてくるじゃん。死なずに。そういうこと。うん。そう、植物ではもう実験ついにされてるよ。うん。ただ、iPS 細胞を使って、肝臓とか心臓とかね、そういったのを作るということまではまだね、進んでない。どういう順序を踏んだら、肝臓ができるだとか、どういう順序を作ったら、神経がね、そこで作れるかとか。そこまではまだね、研究の段階。ただ、精子と卵子は作れる。ほんで、そこからね、ね、人間が作れるってことまでは分かってるの。そこまでは。はい。うん。つうことで、今日はですね、非常に、お勉強になりました。なんでさ、市場に AV が貼ってあんの？おかしくないか、これ。で、これ出した瞬間にさ、すぐバンされるんでしょ？やめとこう、怖いから。ね。はい。というわけで、ですね。今日の iPS 細胞についてのお話は、ここまでにしたいと思います。それじゃあですね。じゃあ、もう一回まとめますか。ね。iPS 細胞ってね、EP 細胞と ES 細胞に変わって新しくできたのが、山中教授がですね、2012年に発見したノーベル賞を取ったですね、山中教授がね、京都大学の作った iPS 細胞。iPS 細胞っていうのはですね、人間の体の一部から、ね、
で、今までが受精卵とかでしか作れ、からしか取れなかったものが、人間の体の一部だけでね、細胞をね、初期化して、その初期化したのを、ね、神経とか血とか骨とかにできるっていうね、素晴らしい細胞のことなんですって。それが、その iPS 細胞ね、今その研究がね、始まったばかりです。2010、ここ最近。ね。それが今ね、5年間で70億円のね、お金が投資されたりして、ね、活発的に、なんて、もしかしたら人間の体のね、欠けた部分とか病気が治るか、じゃないかなっていう話がね、今、求められております。はい。これがプロのね、今回僕が3時間でまとめた情報のすべてです。じゃあですね、アンケート取りましょう。ね。会話。2。うん。まあね。小学生相手には、このぐらいかな。うん。うん。しょうがないよ。うん。僕も最初 iPS 細胞について興味なかったんだし。うん。いや、今日は、悪いけど、11時から勉強してるから。11時から。うん。勉強したね、成果の結果なもんでさ。よかったでしょ、だって。うん。今回テーマ考えてくれたのは、ね、ガジェット通信の深みんですから。うん。次回のテーマはまだ決まってません。勉強してたに決まってんじゃん、だって。最初はね、まあ、ウィキペディアでもコピーして、ね、最初から ISP の細胞の I は iPhone だの I だから iPhone の話でもしてごまかしてやろっかなとかね、思ってましたけど、調べたら面白かったから、勉強したんですよ。うん。最初 iPS 細胞の意味がわからなくてさ、パソコンのことかなと思ってたぐらいだもん。うん。ね。でもね、勉強したらね、意外とですね、こんなことが行われてるんだということが分かって、面白かった。科学もね、捨てたもんじゃないなと思ったよ。僕今までさ、高校の時とか科学とかさ、物理とか大嫌いだったのね。なんかさ、混合性とかさ、葉っぱのさ、混合性だとか、なんか、じゃがいもを切ってさ、なんか紫色のに変わるデンプンの研究だとかさ、ああいうのをやってさ、何がこれが面白いのかと思って。顕微鏡とか使ってさ、なんかその、分鎮をピンセットでさ、分鎮は触っちゃいけないからさ、ピンセットでなんか、ピッピッピッって乗せるとかさ、ああいうのがすごく嫌いだったんですよ。だから。理科の実験？いや、理科の実験思い出ないな。アルコールランプがね、意外と熱くないからさ、こうやって手で触、ね、一瞬ピュッ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 って触ってるのはやってたわ。でも顕微鏡は面白いよ。顕微鏡でね、いろんなもん調べると面白い。自分のさ、髪の毛の毛根だとか。うん。顕微鏡はね、意外とね、昔家にあったからね、顕微鏡でいろんなもん見てたね。見ちゃいけないものとかも。うん。太陽見てみ？いや、虫眼鏡ね、でも、虫眼鏡も不思議なんだよね。太陽でさ、黒い髪を当てるともう本当に燃えるんだからさ。ああいうんです。誰が考えたんだろうな、最初に考えた人とか。ねえ、ミトコンドリアの研究だとかさ、ミトコンドリアとかも、ねえ、ないです。うん。ねえ、原始的だけど。明日は仕事だから早くやめろ。僕は明日会社休みでーす。明日会社休みですから。もうさ、それは最初に書いてあるから。うん、暗黒は今日やりません。やりまくったじゃん。うん、お昼に。本当に出てっちゃって帰ってこねえよ、あれから。どこ行ったんだろうな、本当にさ。そういうわけでね。皆様、今日は iPS 細胞についての研究をですね、僕がしました。はい。外は風がピュンピュン吹いてるんでね、吹き飛ばされないように、してください。うん、
研究というか、研究はしてませんけど、僕が調べた結果発表です。次回のテーマ、もしね、次回のテーマなんかない？次回のテーマ。次回のテーマ、結構勉強することについて僕大嫌いだったけど、今日調べたら意外と面白かったから。うん。次回の研究。暗黒物質？何暗黒物質って。知らねえよ、それ。あ、暗黒物質知ってるわ。これか。これ。これでしょ？暗黒生命体ガイアと、それについての、暗黒天体ラムジャさんの謎っていうやつでしょ、うん、これは調べた、うん。暗黒生命体は生きてるんだってね。太陽の中で。すごいことだよね、これ。じゃあ、そういうわけでね。今日は、iPS 細胞についての研究をですね、私、テーマで勉強し出しました。ね、これ以上、あとは普通の雑談になっちゃうんで、そろそろ、ね、終わりたいと思います。じゃあ、またね、次回、お楽しみにしてくださいませ。ね、ミラーをしてくれた、ね、ガチさんだっけ？ガチさんの並びにね、ありがとうございました。じゃあ、トップページに載ってるわ、これ。見て。こんな偉そうな顔してさ、これ多分初めて見た人どう思ってんだろうな。初めてさ、この、今日 iPS 細胞やるんだと思ってクリックした人。こんな人間がさ、家の中からさ、ブツブツとやってるの見てどう思ってんだろうな、本当に。まさかさ、スタジオとかね、じゃなくて、こんなノートパソコン使ったところから。え？いや、だって時給、うん。いや、別に時給稼ごうなんて思ってませんから。うん。家から。うん。じゃあね、これで終わりたいと思います。ね、名残惜しい。この後ね、今日実はですね、寝ちゃったんですよ。11時まで。あれからショックで。競馬放送終わってから11時までさ、ショックで寝込んじゃって、これから寝れませんから、おそらくだけど、FC2 行ってさ、他の人の放送見て悪口をアンチコメント書きまくるか、どっか見て、映画でも見てようかなと思ってます。うん、暗黒は今日やりすぎたから、いかん。ショックだし。うん、じゃあ、お疲れ様でした。ね、良い週末を。お過ごしください。じゃあ、ね、See you next 放送。さよなら。わーわー言うとりますが、もうお時間です。さよなら。ちょっと途中までですけどね。さよなら。